サンクチュアリ、12級編。この間のブリヂストンの方のコースだな。私、聖夜好きなんだよね。まずは、白羊級だな。こいつが、アリエスの、ムー超能力で変身してるんだろ。スターダストレボリューション。なんて言ってる間に、キング級だな。タウラスのアルデバラン、随分貧相だね。グレートホーンだけの、カマセだからな。掃除級、チェリニだね。ハーデス編でのカノン、かっこよかったな。今は、無人になってるんだよね。魚介級、キャンサーの、デスマスクだな。マンモス哀れなやつだね。私は、アジャパー、が記憶に残ってるな。お次は、獅子級、レオノアイオリア、ライトニングボルトに、ライトニングプラズマ、かっこいいよな。今度は私の星座だ。処女級、バルゴの、釈迦。ゴールドセイントの中でも、最強クラスだね。私の顔が、陰道代わりだ。お次は、天秤級、ライブラの瞳子。大昔の聖戦から、ずっとハーデスを見張ってるんだよな。実力もシオンと同じくらいで、かなり強いです。あれ、土管か。このピースイッチは、なんだろうな。特になんでもないのかな。12級は、絶対にワープして進むことはできないっていう設定を表しているのかもな。ということは、次は、天活級、スコーピオンの、ミロか。なんでテレサなんだ。スカーレットニードルは、慈悲深い技です。ついにやってきたんだぜ。ジンバ級、サジタリアスの、アイオロス。聖夜のピンチに、いつもゴールドクロスが来てくれたね。少年よ、君たちにアテナを託す。嘆きの壁で現れた時は、感動したよ。そしてお次は、マカツ級、カプリコーンの修羅。エッツカリバーっていう、死闘が必殺技です。今度は、オーデイ級、アクエリアスの、影。動画のことは最後まで気にかけていて、絶対レイドの力を引き出させました。なんて話をしてる間に、僧侶級、ビスケスのアフロディーテ。私の美しさの方が、上です。こいつを倒した後にも、教皇のところまでの間に毒のバラがあるんだよな。もう連載終わってからかなり経つのでネタバレしますが、こいつは偽物の教皇です。双子座、ジェミニのサガが、前の教皇のシオンを殺して入れ替わっているんだよな。ここを抜けたら、アテナの像だね。あれ、ゴールだよ。土管がなんだか怪しくないか。ここは何の部屋だろう。わからなくてごめんなさい。宝物庫みたいな部屋って、あったかな。確か、ジンバ級の隠し部屋に宝物あった気がするんだよね。そこの鍵付きドアを開ければ、またどこかに行けるのか。そうかもしれないけど、持ってないので探索してみます。何もなかったな。仕方ない、ゴールするか。やっぱりさっきのところ気になるね。もう一回やってみるか。多分、クッパが持ってるだろうしな。はい、青ブロックを持って、戻ってきました。あれ?確か、この前もクッパにパウブロックぶつけるの失敗してたよな。サガは、釈迦と並んで最強だから、仕方ないんです。とどめは、ペガサスローリングクラッシュで行こうぜ。ごめん、ペガサス流星剣で、倒しちゃったよ。それじゃ、さっきのドアに入ってみるか。アテナとかがいたりするのかな?あれ?ピンポンってなってるけど、何もないんだぜ。ここは、ミロのあたりかな?尻尾状態で行けるとこがないか、探してみます。何もなさそうだけど。前半部分の最後のところから、飛べたりするのかな?これやばい。まあ、仕方ないか。どなたか、さっきの部屋が何の部屋かわかる方がいたら、教えてください。そして、この辺で終わります。君は、コスモを感じたことがあるか?